どうもお疲れ様です。今回のね、億万長者合宿はね、一つ私のエピソードを紹介しましょう。それはですね、優先席のことなんですよ。で、これはね、私がまだね、予備校に行ってる時代なんで、まだね、二十歳にもならなかった時だったんですけども、私の場合ね、広島から岡山まで、電車で1時間ほど予備校に通っていた時期があるんですよ。まあ、数ヶ月ですけどもね。まあ、そういった時に、実はね、私がシルバーシートにもう座っていたんですよ。で、座ってるうちにだんだん電車が混んでいって、まあ、1時間の童貞ですからね、倉敷駅ぐらいでバーッと人が入ってきたんですよね。その時に私の目の前に、明らかに私よりも年齢の上の人が立っていたんですよ。で、そこで、